これは広告でも政府の放送でもなく僕たちが僕たちの意思で作った映像です行きます選挙行ってます結構若い時から選挙ちゃんとっ行ってた行ってた二十歳からもう毎回選挙は頑張って行ってますよ最近ああ生まれて一回も行ったことないです行ってるよ行く行く行ってるなんで行きたいんじゃなくて えとなんでこれでいいんですかって逆で言えば行くけどもうマイクがほんとがっかりするから大学時代行ってなかったけどそう文句言えんかなと思って一応行くようにしたけど別に関係ない俺が行くかどうかだから行った方がいい,い,いんだよそりゃいや中野茂が出,て出たら俺はちょっと行くけどねだからそのね自分の一票がねどう変わっていくるのかとかさ 多分ねあんま変わんねえと思うんだよなそんなに行っても行かなくてもいいんじゃねえのっていうふうには思うけど行く行く精神というかこう書いていくぞっていうそれが欲しいだから選挙に行った方がいいっていうだけのことがっかりしますねもう,もう80%以上行かないとダメですよねいやなんで行かないの逆にみんな行った方がいいよとは思います 行かないんだったら絶対文句言わないでとは思うつうかなんか説得力ねえな俺は言ってもな言ってほしいけどねでもそういう人にそういうこと言っても無駄なんだよっていうふうにいろいろ言われるとねうんと思うけどそこをすくい上げる人がいればだけどなかなか俺はこういうふうに思ってんだけどっていう話をしながら <laughs> さっきもねバンドで話したんだけどずっ、うん、とよくずっと「うん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 」って分かったふうに処理して聞いてたん,んだけどでこう聞くんですよ、うん どそれ何なのって聞くとあの2人が分かりやすく教えてくれる私も前はなんかそんなどこ入れ,入れても一緒だと思ったけどそうじゃなくても、うんもちろんもちろん行くよ行く行く行くだって一票でもチリつもあっ行けねえじゃんツアーだもう二十20日から行けるからねきき,き前きじ 日前、投票に行くんだよ一末の望みをかけて行きますかねじゃあ今,日今回は <laughs> 自分たちの希望をね叶えてほしいし意思表示として俺は一票を投じたい行きます一緒に散歩行こうよって行って投票に連れ出すところから始めようかな <laughs>